はい、こんにちは、ズンゾーです。今回ですね、試練進化したアヌビス使っていこう。で、このキャラね、めっちゃ強くなったわ。まあ、このこれね、これこのアヌビスだっけ、これこっちだっけ、これがね、なんかもうなんか懐かしいね超懐かしくて、8コンボで10倍、これが当時強かった。当時ね、もう最強だった。10コンボいけば、8コンボとか10コンボいけばもうワンパン、敵をワンパンできるっていう、まあ、キャラだったんだけど、これもか、これも懐かしいね。覚醒アヌビス、覚醒アヌビス、覚醒ホルス、覚醒バステド、あそこら辺が輝いてた、なんか時代が一番好きかな俺は一番好きだったかなっていう感じもあるけど、まあ、今も好きけど。でちょっと今回試練進化使っていこうか。これがね、まあ、陰の加護持ってて10強5つ持ちか。でボイスがあるね。死者の声を聞け。はい。で3ターンで100億出せると。まあ、副属性も闇にすれば第3属性まで300億、わかんねえけど300億出せるかもしんないっていう、まあ、スキル持ってると。まあ、リーダースキルも 78% 軽減で悪くねえなっていう感じあるけど、今回はサブで使っていこう。裏千住、まあ、新千住も考えたけど、新千住ね、やっぱむずいねあれ全然勝てない。でちょっと今日はここは裏千住やっていこう。でアクセラレーター、アクセラレーターとセルティストゥルルルルソン使っていこう。で、本当はね、本当はここのブラックパウダーの枠をさ、アクセラレーターにしたかったんだけど、持ってない。1体しか持ってない。まあ、今回もだから勝てるか分かんないけど、やっていこう。で、カイト、10強と毒耐性。耐性振って。で、ブラックパウダーは、スキュープラスとバインドかな。で、持ってきたリーチェ。でラックスクラインは玉子、まあ、4ターンチャージかな。でシオンさんが3ターンチャージ、リボン、リボンか、稲のリボン起床。でアヌビスがエンムかな、イエンムって言ってたエンムはね、副属性闇と3ターン遅延で捨ても折れるし帯もあるし、これ強いね。まあ、今回副属性この子木なんで、まあ、木ってよりかは闇にした方が強いと思ってるんで使っていこう。でフレンドさんがワルリンか、オッケー。ちょっとやっていこうか。で何気に初めてこの子使う初めてストゥルルルソン初めて使う。よっしゃ、やっていこうで、ドラゴンウィンドウ、よっしゃ、やっていこう。で、バラックバード打っていこう。バラックバード打って、遅延かけて、オッケー。 あれしようか、カットイン演出しようか。あれ、あ、そうか、してるか。でこれ3ターンチャージして OK で溜まる。これ打ってみる、打ってみる死者の声を聞けやべえ、かけ。うわ、なんかおじさんがいっぱい出てきたおじさんいっぱい出てきた。でこれ打って、でチャージ、ブラックワード変身。ちょっとこれさ、つなげて消そう、つなげて消して OK。 なんで、なん、危ねえ、危ねえ。でこれあと3ターン1コンボ、変身していこう。あ、ブラックボードで受けてくださった、まあいいか。でこれ変身していこう、 OK。 でチャージ、 OK。 これでもう一旦食べてえな、まあ行っていくか行くか。でこれで待って、盤面変化あるね、これ裏線で盤面変化あるね、56になっちゃうね大丈夫かな。でこれブラックボード打って、いやブラックボード結構欠損するかな、ワンチャン欠損するかな。まあ、L 字すっか。オッケー、これでいこう。これで、6、7、3、4、6、7、8。オッケー。9。9。止まっちゃった、けど。で、激減。オッケー。17万あんの、やば。で、これ耐久していこう。で、この子は、あと3ターンか。で、これ分割していこうか。分割して、OK、これでいこう。これでまあ、前提も入った、ナイス。これで、6、7、8、落ち込ん。なんで来ないの、落ち込ん。倒しちゃった。やべえ、待って。あ、でも終わった、コンボ減算終わった。コンボ減算、やべえと思ったけど、これがあるね。これいいじゃん。これ3ターン2回打ってるのいいじゃん。いいね。いいじゃん、いいじゃん。これ。オッケー、こんな感じでやっていこう。これで分割して、オッケー。6、7、8、9、10。いやー、コンボ加算高えな。多いな、いいね。
で闇ドロップもいっぱい落ちてくる。100億来た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 、うん。で将軍カヨが来て、こいつやべえかな強要になっちゃうね。サンタンの辛抱ね、まあ、辛抱ジロでサンタン減少か。これ打って、まあまあこんな感じで張っていこうか。これでいこうか。ウェイも入って OK。 これで6、10、11、12 OK、 いいぞ。で溜まっちゃうな、溜まるかな、これもしかして。これが溜まるか。溜まっても良くない、これ。溜まってもいいスキルじゃん、これ裏のスキル溜まんねえかでこれ打っていこうか。これを打っていく OK。 いや初めてこの子使うけど、やばい、強そうめっちゃ強そう。でこれ打って、いや闇がない闇がない。でこれ打っていこう。ちょっとこれあれすっか、残すかこんな感じで残そうか。残して、まあ、向こう貫通貼られてるんで、まあ、ちょっと削れませんけど OK。 いいね。で盤面耐久もできて、でこれ打とうか。アヌビス打っていこう。ワンチャン打って、あアヌビスいいじゃんアヌビスいいじゃん。パズルがおじいちゃんと、パズルが同速度がおじいちゃん。これでめっちゃコンボ組んで OK。 54だったけど54でもちょっといけんじゃん、これ。やば、100億出てる。100億ってすげえなやべ、俺の貯金額だけど100億で、つぶらな目 OK、 属性吸収ね OKOK。 うーん、吸収か。これ打っていこうか。これ打って、まあシオン打とうか。シオン打ってで T 字したいな。ちょっとだけ T 字したい。先ちょけ。これでいこう。これでなんかね、あ L 字入ったすごい。これでいけ。いやいいね。ちょっとね、あの音声の話していい？なんか反響してる、もしかして。なんかわかんないけど、なんかね、今ちょっとなんかポンポン言うなんかわかんないけど、待って、こうして、待ってちょっとパズルが終わってるなんかね、声がなんかすごい、声がね、反響というか、なんか空洞というの、なんていうのなんかなってる。なんか音質変みんな音質変かな、これ。なんか部屋がすげえ反響してるんだよ。なんか大丈夫かな。でこれ耐久していこう。 OK。 でブラックボード打って、ブラックボード、ちなみにブラックボードの倍率は 4.3 倍。すごすぎない？でかすぎない、この倍率で。これまあ T 字とか入れずにちょっとこれ分割していこう。危ねえ。まあいけてるかな。いったんか。うん、OK ナイス、倒していこう。いける、 OK、 強い。いやこの子やっぱ上限解放あった方がいいかな。上限解放ついてる方がやっぱいいね。上限解放つかないんかな、これこの子情報修正で。でこれ波動ね、もうこれがね OK。 これ打っていこう。ラックスクライン強えな、ラックスクライン最強やな。でこれ打っていこう。でアクセラレーター、まあ、アヌビス、試練進化アヌビスは欠損対策、欠損した時にちょっと打とうかな。 T 字したい。 T 字させてみんな OK ナイス、下手くそやけど分割、まあ、10コンボいった、ナイス。これで回復もバッチリして、待って無効貫通でした無効でした。でこれ打ってグダってんな。これ色がありそう。あるね。4ゲージもすっか、エルジもすっか。これで OK かな。これでいこうか。いやいいね、楽しい。やっぱ分割系男子楽しいね、やっぱ。これで倒せる。いやいい、火力素晴らしい。サート3ターンね。あ、帯と雲持ってんだこの子、マジかマジで知らんかった。でこれが来て回復、待って、これ大丈夫かなこれ待って、あでもあれだ、 T 字があるわ。 T 字最強やな、 T 字最強すぎない、 T 字最強すぎない。
これでいこうか。 OK。 これでまあ TG 努力を組ませて OK。 努力あるね。 OK。 これでまあいっぱい組んでいこう。倒せる。いやー素晴らしい。で次なんか軽減ないとダメだっけ。あーやばそうこいつやばそう。待って、耐久して、でもう一回来るね。もう一回来るね先生。もう一回。あ、オッケーです。で帯、あ、素の覚醒スキルでこれ持ってるの。やば、強すぎない強すぎないかこれ。でシオン打って、やべえな、このパーティー強いかもしんねえ。割と強いかも。 L 字組んで楽しいっていうか、でうーん T 字組んでいこう。こんな感じで落としてる。 OK。 うわー待って、回復力足んねえ、回復力足んねえ。まあ割合回復あるか、割合回復ありまして、 OK、 回復力高い。倒していく。 OK、 強えこのパーティーがシンプルに強え。で真田幸村、真田幸村ね。うわ、引き消せなくなっちゃったか。水あと一旦だ。まあ関係ねえか。でアクセラレーター打っていこう。でめっちゃ強えじゃんこのパーティー。でドロー強を含ませて T 字か、 T 字して、まあ、こんな感じで OK かな。 OK、 T 字も含ませてドロー強していこう。んー、まああと3、あと3ターンか。あと3ターンあったけど、まあいっか。で9階層、もう9階層、もう9だ、もう9、もう中の、もう中の同級生、もう9で、また吸収。嘘、やばくねこいつ吸収ばっかりしてくよ。でこれ打って、あとまあここはそうね、4消しして L 字もしとこうか。これでいこうか。 L 字一応すっか、一応 L 字欲しいね、一応 L 字欲しいね。これ打ってねえわ、危ねえ。吸収されます、まくる、吸収されまくる、たまるね。シオンやっぱ強え。シオンもね最強なんだよねこれ、スキルサブが、サブセールの高め。でこれ打っていこう。でこれ打っていこう。 OK、 これ打って、でシオン打っていこう。うん、これでいこうか。TG、 TG、 OK。 これで、これで OK かな。 OK、 これ、まあ、最小限パズル、最小限最低限パズル。 OK、 これで10コンボ11OK。 いや素晴らしい。でこれが打ってねえな全然、これ打った打ってねえな。で武田信玄裏転生ね、武田三菱の加護風の OK。でこれ打とう。ロックは解除せんな、これ打とうか。 OK、 100億パンチやってこう。でこの子向こう張ってる、張ってんね。やっていこうこれ、向こう、向こうをしていこうぜこれ。やべえ、濃厚あるで、濃厚あるで、みんな濃厚あるで、こうかな。 OK、 これでいこう。濃厚あるでみんなあの伝説の、伝説の濃厚あるでこれ。で100億パンチ、あー素晴らしい。火力も高すぎない。で11回ぞ。ねねちゃん、ねねちゃん、ねねちゃん、また向こうか。ねねちゃんも向こうなんだ、なるほど。じゃあこれ打って、やっぱねなんか音が反響してんねこれなんか、なんか音声がすげえ反響してる気がするんだけど、なんだろう、なんだろう。なんか部屋が広いんかな部屋が広いっていうか、部屋が何もないから何にもなんか部屋ないと思う、何もないところっていうか、あれかな、部屋がちょっと本当に物が少ないから。俺の部屋ねめっちゃ物少ねえんだよめちゃくちゃ物少なくて、それのせいかな。これこうして OK、 これでいっか。 OK、 これでいこう。あちょっとこれ無理これ無理で、これは無理だ。で、うん、でバタルレッ、あーそれ毎回やってくんだ、なるほど。じゃあこれ打って、これは光を冷やみ、冷やみか。じゃあここ出すか、出してこう。指も伸びてるもんね、伸びてるし。 OK、 もらってもらって OK。 で回復もできてますよと。まあこれね何やってんの俺、何してん今。で9、10危ない。で倒せる。いや素晴らしい、本当に素晴らしい。12階層、いや誰だこれ、徳川か、徳川家康、三国志すごいね、戦国武将すごいね。待機もバッチリと。でこれ打っていこう。うーん、でこの子はこれ打って、これも光をやるね。 OK、 完璧やな、完璧やな。でこれ打っていこう。であの
あれしてあれして、まあ、こんな感じでどうかな、こんなんでいこうか、木の手にしようか、木の手にして OK。 これで倒せなかったらもう俺はもう本当に裸でローソン走ってくるわ、裸でローソン行ってくるわ。 OK 倒して、で13階層は信長 OK。 こいつ3ターンは待ちだっけ、3ターン待ってくれるなんてくれるんだっけ。ちょっと待ってね、まあ突破できるんなら突破してえな、これさすがに突破して、色あるかな、色ある、あるね、もう突破しよっか、突破しよっか、これこんな感じで OK、 これでいこうか。ワン濃厚あるで、濃厚あるぞ、志村千住。今でこそもう簡単かな、今でこそもうこんな最強、なんか環境っていうか、なんていうの、最強キャラめっちゃ、なんか強いキャラめっちゃ多いし、あれか、まあ簡単になってるか、裏戦時も。で、10時間、超暗闇か。持ってる？持ってねえか。で、これ打っていこう。色ある？あるね、危ねえ。で、これちょっとさ、T 字しようぜ。T 字して、T 字して。まあ、これでいこうか。OK、これでいこう。T 字も忘れる。OK。いや、楽しい、T 字が。T 字が楽しい。で、アヌビスがやばいね、これ。やっぱ10個も5個、5個持ちは伊達じゃねえの、これ。でボス来たよ、マジか、マジか、マジか。ボス来ちゃった。で、これ、6コンボ現象。きつい。それきついな。6コンボ現象きついな。これなんだ？カウンターだっけ？これ打って、ヒヒヤキ。こうか、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 こうだ。これで、これでどんだけ？ 7 コンボ、8、9、10、いかない。10んつって。自分の名前呼んじゃったわ。純蔵の純。で、これ打って、峠多いな。でも割合回復 40% だっけ？あるし。これ、コンボ現象きつくね。まあでもあれか、コンボ現象あれでも見なさなくてもいいのか、気にして OK。 これでいこう。いや、うまく、うますぎうますぎね。で、6、7、8、落ち込ん、なんか削れてる。なんか削れてる、なんで。で、これ打とうか、これ打っていこう。ルルルソン打って、ルルソン打って、ルルソンっていいね。ルルソンってなんかいいね、なんか風邪薬みたいでいいじゃん。で、これちょっと行っちゃおう。まあこれでいいか。何でもいいか。これでいこう。まあ割合回復あるね。割合回復あって、あとこれ耐久できればいいでしょ。耐久して OK。 いいね、 OK。 え、大丈夫？はあ、ちょっと、え？うわ、これあれか、あれか。ああ、そうか、これ、マジか。これ、6コンボ現象？さっきのコンボ現象終わったタイミングで、発狂してくんのか、マジか。よし、戻ってきた。戻ってきたというか、コンテした。普通に息をするコンテ、視聴コンテ。あの、お得意の視聴コンテした。で、これ撃って。で、アナビスも撃っちゃえ。これも撃っちゃえ。で、これ撃っちゃって、なんか、この演出すごいな。いつの間にか闇が作られてるっていう。いつの間にかもう作られてるね、これ。こうしていこう。オッケー、これで、まあ、T 字入んなかったけど、まあ、倒せるでしょ。さすがに倒せるかな。たこ焼きも入った。いけ。いや、記憶。で、割れていく。パカって割れて、中から、なんか出てきてオッケー。で、これはちょっとね、まあでもこの弱化対策もできるのばいいね。T 字で。体験もできます。で、アクセラレーター打って、闇多いな。目覚めか、こんな目覚めか。待ってね、 TG いらねえか、 TG いらねえか。無効貫通か、無効貫通して、無効貫通し TG 組む、結局組むって、結局組むって。これで10コンボ11、いいね。で、削れるでしょう。素晴らしいね。本当に闇パ最強やな。闇パ強えわ。闇パやっぱいいわ、好きだわ。たこ焼きの好きだわ。ああ、できる体験も。
まずいぞ。待ってみんな、まずいぞこれ。まずいわこれ。なんやか、なんで、なんでこれ回復できるわ一応。なんでこれ、もうマジか。これ待って、はぁ、ちょっと待って、待って、また負けんの。闇降ってきて、闇降ってきて、闇降ってこい。おー、落ち込んだし、もう倒そうか。これ倒していこうか。これ打っていこう。でアヌビスも打っちゃおうかしら。これも打っちゃおうかしら。光を闇に、多いかな。せっかくだし打とうか。せっかくだし打とう。いや、いいね。で向こう貫通して、まあこれでいいんじゃねえか。あぶねえ、これでいこう。まあ一応コンボガサめっちゃ入って、よし、1コンボ入っていいぞ。で倒せマスト、オッケー。いやー、ちょっと二コンしちゃった。普通に二コンしちゃったけど、千住裏千住クリアと上限回復かける3。これ一回も使ったことねえわ。でこれ、まあこれが落ちました。オッケー、いいね。うん、報酬これやっぱ美味しいね、軽減あって。オッケー、フレノさんもありがとう。でこれ、どうすか、どうすか。アヌビスどうすか。これね、杖100億出せる、簡単に出ちゃう。まあ、インのカゴダンジョン、インカゴダンジョンとかだったらね、もう普通に出るね。100億出ちゃうね、出ちゃうから。であと副属性闇にした方がいいかな。副属性も闇にすれば、まあ、闇たこ焼きパ、闇たこ焼きパであれかな、活躍するというか、100億100億100億で300億出せるよっていう感じのキャラでした。いやー、ちょっと性能もなんか、キャラもイラストもいいね。イラストもなんかコケ生えてるし、なんかカビ生えてるっていうか、コケ生えてるし、なんかかっこいいね。じゃあね。